初めていらした方ってお伺いしますか。ありがとうございます。気に入っていただけたらまたぜひ。5月もあります。6月も7月も多分やります。会場取ってあります。月曜日ってどうですか。なかなか昨日選挙まで忙しかったっていうのもあるし、月曜日でも大丈夫ですか。火曜日とか木曜日は今まで多かったんですけどね。まあそれぞれですよね、その人の。あと8月は野方のウィズをちょっと書いてまして、19日に大きなラテンアメリカの音楽と一緒にジャズとフェスティバル的なことを第3回目やろうと思っております。今日新しいピアニストなんで よろしくお願いします。はい、素敵ですね。三原綾子さん。先ほど初めて会ってリハーサルしてっていう感じですけどね。でもジャズはその辺でできるので、僕ちょっとできない時もありますが、まあ皆さんできるので、名だたる方たちなんでいいかなと思っております。それでは自己紹介後にして、クラリネットでいこうか。フルートどこ行っちゃったんですかね。なんか今日も探します。なんかちょっと BGM とか、すごい短い曲とかないかな。あ、わかりました。はい。アンサンブルグリーンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。では最初に、クラリネットで G 線上のアリアっていうバッハの曲がありますが、この曲を何でしょう、ちょっとボサノバだったかな、リズムに乗せて、それなジャズの場合いろんなリズムがあるのが面白いと思いますので、ね、聴いていただけるとあると思います。ワンプワンプ
ありがとうございました。いかがだったでしょうか。ちょっとお休みの音楽にもなりますけれど、ね、心が穏やかになるという感じがします。ドラムス竹下宗男、はい、もう17年ぐらい付き合ってますね。一瞬名前忘れられないですね。大丈夫大丈夫。それはほら高齢者だからしょうがない、しょうがない。あの今年12月で古希だからね。古希、ね、そして、渡辺面白い。あ、これか。間違えた。はい、流しましょう。渡辺匠。支えていただいてますベースでね。皆さんも性格がやっぱりねベースの人はいろいろいますよね。でこうなってで、先ほどご紹介申し上げました三原彩子さんです。で私特賞勝地秀夫と申します。勝地山で商売の時はからかわれましたけど、可能性の蚊に知るべしっていうふうになってよろしくお願いいたします。秀夫は日の出る男で検索していただくといろいろなってできますので、動画とか楽しんでいただければと思います。それでは、もう一曲クラリネットでちょっと変わった感じでしょう。これ紐で昔クラリネットって紐で結んでたんですね。それをもじって作られたちょっと網みたいな締め金って言います。リガッチャーって言いますけどね、これリードがついてます。これが振動して人間の声帯みたいなものですね。それが大きくなって音になります。それではサニーサイドオブザストリート、明るい表通りで。